ぶっちゃけ。めっちゃ持ってます。パッションフォー。ヒロトです。職業はダンサーです。中学3年生の時です。だから 15? の時にちょうどなんか LMFAO のパーティーロックアンセムっていうすごい、まあ、なんかもうウェイウェイな曲が流行ってて、でなんかその中学校3年生の卒業する時に一クラスずつなんか出し物みたいな、でそれでなんかクラスのみんなでその踊りを覚えたっていうのがきっかけ でなんかそっから、まあ、それまでずっとサッカー部だったんですけど、で高1までずっとサッカー続けてて、で高2になってちょっとやっぱダンスやりたいかもってなって部活やめてスクールに通い始めました。地元のやっぱダンスやってて、まあ、人に見せるっていう仕事で表現者でもあり、まあ、エンターテイナーでもあり、やっぱこの世界でなんか上にいる人っていうのは自分のオリジナリティがすごいある人たちだなと思って、そういえば有名なスタジオでレッスンを持ってる先生とか、まあ、なんかその人特有の踊りがあって、そういうものが必要とされているのかなって思って、うん、あとはダンス振りとか振り作る上で自分っていうのをすごい意識しました。構成とかも自分お客さんに見られて、あ、ヒロトっぽいって言われるのがすごい、ショーを見てあれってヒロトの振りだったみたいな、なんか固定されたイメージがつければいいかなってすごい思ってます。 We go! いや、すごい丸いですめっちゃ丸いこんな丸いパッションフォー。 We go, we go, we go.